奈良崎さんが13歳の時に体験した話当時彼は両親父方の祖父との4人暮らしだったとは言っても父親は土木作業の現場監督であったため販売生活が主となる実際に家にいるのは 夏と冬の休みを合わせても二週間程度しかない故に一年のほとんどは母親と祖父そして彼だけの生活となっていた六十代後半の祖父は寡黙で必要最低限のことしか話さない人であったまた 皺だらけの顔は常に無表情で喜怒哀楽といった感情が欠落していたかに見えた笑っている姿どころか彼が何か悪さをしても声を荒げたり怒られた記憶すらない普段は庭にある小さな畑の手入れをし それ以外必要以上自室から出ることはなかった家族の団らんに加わるなど皆無である母親はすでに慣れてしまったのか祖父の好きなようにさせているといった感じだ父親といえば休みで帰ってきても近況を話したり一緒に酒を酌み交わすわけでもない 彼や両親はもちろん祖父の方からも心なしか一定の距離を保っているように思えたある夕刻祖父は無言のまま夕下を終え一息つく間もなく自室へ戻っていく楢崎さんも母親と少しばかりの会話をし早々に自分の部屋へと向かう この光景も日常の一コマであるだがその日ばかりは違っていた彼は一度眠りにつくと朝まで起きないのだが不意に夜中に目が覚めた頭が半然としないまま足は自然と1階の冷蔵庫を目指す あれ台所へ帆を進める最中祖父の部屋からかすかな明かりが漏れ光っていることに気がついた「じいちゃんまだ起きてるの普段ならとうに寝ている時間である」「心配になり声をかけてみたが一切の返事はない」「祖父の部屋は 襖の開け閉めの際にちらりと中を見る程度で実際に足を踏み入れたことはない母親も洗濯物など直接手渡しをするのみに終わっていた祖父はすべて自らの手で片付けや掃除を行い家族の誰一人として自室へ招き入れはしなかったのだ 八畳ほどの部屋は暗黙のうちに勝手に入ってはいけない禁断の場所と化していた何かあったの大丈夫躊躇しながらもなるべく音を立てないようにこっそりと襖を開ける祖父は起きていた 部屋の右手に設置された背丈ほどある洋服ダンスの前に立ち前をじっと見つめているさすがに中に入ることは体が拒み襖を中途半端に開けた状態で様子を伺うかがう祖父はタンスの上に置いてあった漆塗りであろう小さな木箱にそっと手を伸ばした 一番下の引き出しを開けるそこから油紙とおぼしきものに包まれた細長い銃弾を取り出したいかつい節くれだった手で鈍い金色の玉を幾度となく撫でている見られていることも知らずにしばらくの間触り続け再度小箱にしまった 今度は真ん中の引き出しを開ける中から折りたたまれた布を出し徐々に広げると手ぬぐいほどの大きさになった薄い黄土色の生地に浮かび上がる赤茶色のシミが嫌でも目に飛び込んでくるファサリ祖父はすぐにその布を床に落とすと 目で追いもせず、最後に一番冗談の引き出しを開けた中には手紙らしきものが入っておりそれを取り出すと祖父が頬をすり寄せた楢崎さんの位置からでは横を向いた祖父の表情は読み取ることができないしかし一番大切なものだと感じられるほど 顔を手紙にこすりつけ、その都度白髪頭が軽く上下に動いた初めて見る祖父の行動にその場から動くこともできず立ちすくんでいたその刹那向こう側を向いていた祖父が驚くほどの俊敏さで突如振り向いた 光と照らされた明かりの元、彼をにらみつけるかのごとく見据えたその目は落ちくぼみ乱々としていた痩せていた方はさらにこけて見え日に焼けた顔はどす黒ささえ感じるその表情は普段見慣れていた祖父ではなかったじいちゃん、 富三郎お前だけは許さない殺気を含んだ肉々しげな物言いに言葉が詰まる富三郎とは祖父の名前だ正気じゃない楢崎さんは瞬時に理解したじいちゃんどうしたんだよなあ じいちゃんってはこれまで一度も入ることのなかった部屋へと上がり込み見開いたままの目をした祖父を揺さぶる「じいちゃん」ひときわ大きく声を上げた途端祖父の険しい表情が幾分和らいだ「あ,あああんでもない」 一瞬ほうけた顔をし何事かと辺りを見渡していたがすぐにいつもの態度へと戻る「大丈夫だから早く出て行ってくれ」言葉に出さずとも平静を取り戻した祖父の目がそう訴えているように思えた「もしかしたら寝ぼけただけかもしれない」 本能では違うと叫ぶしかしその時の彼は黙ってその場を離れるしかなかったあれって絶対銃弾だよなそれって持ってていいのかいやダメじゃなかったっけあでも中が空だったら大丈夫って聞いた覚えが楢崎さんは部屋に戻ってからも 祖父の行動を心の中で反芻していた幼い頃から会話らしい会話もなかったためそのようなものを所持していた話など耳にした覚えはないかといって実の祖父とはいえ先ほどの一連の情景は口にしてはいけない気がする第一問いただしたとしても 祖父は黙して語らないだろう「早く忘れた方がいいそうだその方がいいんだ」考えあぐねた結果誰にも言わないのが一番なのだという結論に達した実際翌日の祖父は何事もなかったかのように振る舞っている。 だがどんなに自分自身に言い聞かせても記憶など簡単に消せはしない彼は祖父の部屋の前を通るたびあの夜の出来事を思い出していたそしてそれから2週間ほどたったある日曜日昼毛の準備が整ったことを知らせるため 祖父の部屋へ向かった。しかし、襖の外側からどんなに呼んでも応答はないまだ畑にいるのかな襖に手をかけ中を覗き込むやはり祖父は外にいるらしく部屋は静まり返っている居間に戻ろうときを返す際 ふとタンスの上の小箱に目がいった途端忘れなければならないはずであった記憶が鮮明によみがえるいけないとは分かっていたが吸い寄せられるように足は境界線を犯し手は小箱へ伸びる楢崎さんは周囲を気にしながら恐る恐る一番上の引き出しを開けた そこには変色し扇状に折りたたまれた一通の手紙が入っていた祖父がめでるように顔をすり寄せていたものだ給字の行書体で書かれており一目で古いものだと見て取れるしかし内容どころか漢字すら満足に読み解けず諦めて元の位置へ戻した 真ん中の引き出しを開けると以前見た時と同じく四つ折りにしてあった黄土色の布切れが出てきた元はもっと濃かったのであろうが色あせほこりとカビの混じった匂いが鼻の奥にこびりついた中心には小さな穴が開いておりその周囲だけ赤茶色に染まっている 緑だけが少しばかり黒みを帯びている独特なシミは乾いた後の血痕を彷彿とさせ思わず眉を潜める彼はすぐに折りたたむと再度引き出しの奥へしまい込んだ最後に一番気になっていた三番目の引き出しを開けるそこには 先端の尖った一発の銃弾が変色した油紙に丁寧に包まれていた何度も触っていたのだろうつやめいて見えるそれは古さなど感じさせないほど鈍い光を放っていた「中は空だよな大丈夫だよな」そうは思うが やはり改めて手にすると時代の重みを感じる心臓の鼓動が早まりドクドクと脈打っているのが分かった見てしまった後悔と満足感が入り交じり複雑な心境のまましまおうとしたその時祖父が出していないはずのものが目に入った。 丸いバッジくらいの大きさなのだが錆が多量に付着しており元が何だったのかすら判別がつかない上へ下へと目を凝らしている最中耳が裏口からの音を拾った祖父が戻ってきたのだ彼は慌てて引き出しへしまいすかさず部屋を出ると 気づかれる前に居間へ戻ったすべて元の通りにし何もかも完璧にしたはずだった京子さんかい数分後祖父は居間に来るなり開校一番母親に尋ねた何も知らない母親は意味も分からず口を半開きにしている なら箱を触ったのはお前か低くくぐもった声で奈良幸さんを見る顔はいつもと変わらず無表情で話し方も抑揚はない第一なぜバレたのかもわからないだが垂れ下がったまぶたからのぞき見える瞳は彼だけを鋭く捉えている その目は明らかに土器を含んでおり嘘をつく余地など与えなかったごめんなさい何事かと老狽する母親をよそにその言葉しか口から出てこない分かればいいそれだけ言うとそれ以上責め立てる真似もせず 無言のまま腰を下ろした祖父は昼下を終えると普段通り何も言わず自分の部屋へと戻っていった訳が分からず心配している母親を背に祖父の後を追う正直怖かった退治して話すのも初めてのことだったしかし 盗み見したのは事実でありしっかりと謝らねばならないと思ったのだ彼は目したままの祖父に勝手に部屋に入り小箱を見た経緯をたどたどしく説明するあれも見たのか祖父は夜中の気候まで見られた事実を知り深く長いため息を吐いた そしてそれまで封印していたであろう過去を淡々と語り始めた最初に師団や部隊を説明していたがまるで異国の言葉を聞いている印象を受けたただ祖父が大東亜戦争時陸軍に所属していたことだけは理解できた最初は優勢であった戦局も目に見えて悪化し このままでは敗戦するのも時間の問題となったそんな時祖父は所属していた部隊でとある島を拠点に戦うことになったという彼は授業で習った思いつく限りの島を挙げてみたが祖父は首を横に振った名前など。 当時のまま残っているのかどうか今でも語り継がれるようなところではない本当に小さなところだったんだ海峡に点在していた島々そこには隣り合うようにして大小二つの島があったらしいその場所は 敵の戦艦や輸送船が通るルートを挟み合う形で位置していた勝利を目前としていた敵軍は通過する近隣の島々を次々と制圧していく襲われる拠点が少なければ物資の補給も迅速かつ安全に行えるそれゆえどんな小さな島でも見過ごすわけにはいかなかったのだ 敵軍は一つ一つ上陸しては日本兵が潜伏していないか確認し見つけ次第その場で戦闘となっていた祖父の所属していた部隊はその2つの島に先回りし死守することを命ぜられた敵の足止め及び殲滅作戦を行うのが目的であった 主力の兵は大きな方の島へ残り祖父を含めた30人ほどは別動隊として小さな島へ移動することとなる小さいと言っても周囲は草木に覆われたジャングルみたいなところでなうろうろしていつ敵兵とばったり会うかわからないような場所だった。 暑苦しく緊張や興奮で眠れない日々が続く次第に朦朧としていく意識の中時折銃声が鳴り響く音で我に返るまたさほど遠くない隣の島からも耳をつんざく着弾の音が昼夜問わず聞こえてくる様子から察するに 大きなな島の方では激戦となっているそれもかなり劣勢に思えた祖父の配置された島でも敵軍の攻撃により日本兵の死者が出始める戦友の遺体に氏が湧き腐敗していく様を見るにつれ次は自分かもしれないといった脅迫観念に襲われた。 常に死と隣り合わせの毎日に神経をすり減らす少しでも物音がすればすぐに敵か味方の区別をつけなければならない軍服に泥をこすりつけ草木と一体になりながら息を殺し銃を構える仲間と散り散りになって待ち伏せ上陸してくる敵を方々から迎え撃っていた そんな時だ義次が銃弾を手で丁寧に磨いているのに気づいたのは義次という人は常に祖父と共に行動していた戦友だった2人は草むらに隣り合って身を潜め敵兵を見つけた途端気づかれる前に狙撃する。 別な場所にいる仲間も我先にと攻撃するが誰が撃った弾が致命傷になったのかすぐに分かったそれだけ義継は誰もが認める凄腕の男だった祖父が理由を尋ねると義継は痩せ衰えた顔に笑みを浮かべて答えた「こうして」 玉を詰める前後に撫でてな念を込めるんだよ「当たれ当たれ」ってなそしたら玉も俺の気持ちに応えてくれるんだだが義継の命運も尽きる時が来た二人は辺りをうかがいながら歩いてくる敵兵を見つけた 瞬間、一発の銃弾の音が鳴り響くしかし弾は敵兵の脇を通り過ぎそれに気づいた相手はすかさず祖父たちめがけて銃を乱射した一発の弾は祖父の左腕腕部を貫通していった敵兵はすぐに他の仲間からの集中砲火を浴びその場に倒れ込む 流れ出る血を抑えていた祖父は胸部に銃弾を撃ち込まれた動かぬ戦友の姿を見た義次は即死していた「すまんなすまんな」んな一緒に命を落として戦った友の亡骸を前に祖父は何度も謝った。 あとほんの少し玉がずれていたら今の義継は自分自身であったかもしれない自分だけ助かってしまった申し訳なさに体のどこにそれだけの水分が残っていたのかというほど涙がとめどなくあふれ出た祖父は無造作に腕を縛っただけの応急処置をしたあと義継の亡骸を木の下へ置いた 忘れないようにと。その木にナイフで義次の名前を刻む埋める暇などはなかった第一その音で敵に居場所を気づかれる恐れもある祖父はせめて遺品だけは持っていたいと血だらけになった義次の服を剥ぎ取った玉も残り少なくなっており 義継の玉をそのまま譲り受けた当時は物資の補給も満足に行われなかったため銃弾一つでも粗末にはできないそのため亡きから必要なものを調達するのもごく当たり前のことだったただたった一つの銃弾から創薬と来館を抜いたものだけは 「お守りとして花見離さず持ち歩いた」「それから祖父は義次が行っていた動作を真似るようになる」「当たれ」と念じながら丁寧に玉を撫でるその甲斐あってか義次のお守りの効果があったのかは定かではないが祖父はいつも間一髪で難を逃れることができた。 しかし精神や肉体はすでに限界に達していた武器もなく負けると分かった戦にもはや抵抗する気力すら残っていなかったのだ祖父たちは次々と上陸してくる敵兵に背を見せ負荷のいる海へ身を投げた必死に泳ぎ続け 別な島へたどり着いたときには拠点としていた島の生き残りも含め五人も残ってはいなかっただが助かったと安堵する間もなくすぐに敵兵が追ってくる祖父は両手を高く掲げ幸福の意を示した裸同然で小さなナイフが一本あるだけの彼らは 自決するより捕虜となっても生きる道を選んだのだ祖父は笑った泣きながら声もなくただ笑っていた「それからは捕虜としてあちこちに連れ回されてそうこうしているうちに終戦になったんだ」 祖父たちの待遇は決して悪いものではなかった他のところで捕虜になった人はひどい目に遭った人もいたというがわしらは寝床も食べ物も与えてもらったそして終戦から2年の後祖父は日本へ帰ってくることができたのだという 隠し持っていたお守りの銃弾と布切れになってしまった義次の服とともにそれから祖父は義次の家族を探し出そうと躍起になった終戦当時は人探しが多く情報交換も盛んに行われていたがなかなか見つけ出すことができなかった。 ようやく義継の家族と出会えたのは終戦からすでに5年の月日が過ぎた頃だ義継の両親はすでに空襲で他界しており奥さんだけしか身内と呼べる人はいなかった彼女に義継の活躍と立派な最期を告げ形見である布を渡す これはあの人の最後を見届けてくださったあなたが持っていてください彼女は涙を浮かべつつ銃弾の跡が残った部分だけを切り取ったそしておもむろに手紙を書き綴ると帰る間際の祖父に手渡した「それがお前の見た手紙と布」 そしてお守りとして持っていた中身のない銃弾だ祖父は銃で撃たれたであろう左腕をこすりながら話を終えた確かに祖父は昔から左手を動かす際ぎこちなく見える時があったしかし祖父の醸し出す雰囲気が効くことを拒んでいるようで 口には出せずじまいであったのださらに夏場の暑い日でも常に長袖を着用していたため腕の重痕など気づきもしなかったかける言葉も見つからずしんみりと話を聞き終えた瞬間ふと違和感を覚える「あれじいちゃん あのサビだらけのものはあれは何銃弾と一緒に入っていた丸いバッジのようなもののことは一切話に上がってこなかった知らんあいつの間にか入っていたんだいつからあったのかも記憶にはない 祖父は夜中になると知らない間に勝手に体が動くのだと説明した「日本に戻ってきて義次の奥さんに会ってからなんだそれまではこんなこと一度もなかった」すでに結婚していた祖父が揺り動かされて目覚めると 遺品の前に立っている自分がいるその都度、祖母から楢崎さんが見た光景と同じ説明をされるが本人は全く覚えがない義継の遺品と奥さんからもらった手紙の場所を変えても一向に収まる気配は見られない祖母はあのセリフを含め 罪の意識から来るものだと思ったらしく様子を見るだけにとどめたしかし状態は良くなるどころか次第に表情をなくし口数も減っていく息子が成長し結婚を機に同居話が上がった時には既に楢崎さんが知る現在の祖父の姿となっていた 同居してからも祖父のキーな振る舞いは変わらない祖母は息子夫婦に見られることを危惧し祖父と共に部屋へこもり家族と距離を置くようになった万が一見られても不審がられないように遺品の数々は漆塗りの木箱に入れ昔を懐かしんでいるのだと思わせる工夫もした 正直に打ち明ければよかったのだろうがあくまで祖母は沈黙を貫き通したその祖母も奈良幸さんが生まれてすぐに亡くなり不愛想になった祖父の居場所は畑と部屋だけになったわしにも分からんのだようなだれ そう告白した祖父はまるで役目を果たし終えたかのように一週間後息を引き取った安らかな眠りとは程遠く心臓のあたりを押さえ苦痛の表情を浮かべた死であった祖父の死に連絡を受けた父親はすぐに駆けつけてきた しかし仕事の立場上長期間の休みを取ることもできない片付けはお前たちに任せるから何か分からんものでも出てきたら後で俺が判断する慌ただしく葬儀を終えた父親は納骨も待たずして現場へと戻っていったものに対しての執着などもなく 祖父の遺品についても一切触れることはなかった落ち着いてきた頃を見計らい遺品整理のため楢崎さんは母親と共に祖父の部屋へ足を踏み入れる「もう忙しいのはわかるけど」って「あらこれ何かしら」母親は文句を言いつつも 初めて見る祖父の持ち物を興味深げに見て回るその時不意に母親の目が小箱に向けられたあ一緒に手伝いをしていた彼の脳裏に夜中の気候と祖父から聞いた話が一瞬にして駆け巡るあらこれ手紙だわね 一番上の引き出しに入っていた手紙を手に取ると斜め読みし始めた「これ誰かしら?」「義継っていう人」「その人とお父さん宛に書かれてるのね」すべては分からなかったが母親がひも解く限り「立派に散っていった義継への愛の言葉」「そして」 ともに戦い居場所まで探し当てた祖父への感謝の言葉が書かれていたらしい昔で言うとまるでその亡くなった義継って人への恋文のようね何も知らない母親が何気に放った言葉が胸にしみる次に取り出した服の切れ端を見 最初の彼同様母親も眉を寄せたこれってそれまでとは打って変わり鎮痛な面持ちになると再度小箱へそっと戻した最後に油紙に包まれた銃弾と錆だらけのバッジを取り出すしばしの間重苦しい空気が流れる この箱お父さんに相談しましょう。勝手に処分するわけにもいかないでしょうこくりとうなずく彼を前に母親はさらに中を確認しているえ驚く彼に母親は一本の黄ばんだ刃を取り出した途端に小さな悲鳴を上げる 奥歯を彷彿とさせる平らな形でかなり古いものに思えた母親は触っているのも不快とばかりにすぐさま小箱へ戻すもう終わりだろうと思ったのもつかの間母親はなおも引き出しの中に手を入れているあ、まだあるの 彼が知っているのは手紙布そして殻の銃弾と錆びた何かだけである歯が出てきただけでもびっくりしているところにさらに取り出したものそれは長く伸びた真っ黒い爪であった乾ききった泥もこびりついている遺品整理も忘れ 言葉を失う2人に電話の着信音が響いた父親が高所作業中に転落し渋滞を知らせるものだった幸いにも一命は取り留めたが足を滑らせた際左半身を強打したらしく奥歯が抜け何かを掴もうとしたのか爪が剥がれていた。 安全帯はちゃんとつけてたんだ父親は何度も訴えたが現場監督の地位も下ろされてしまった左腕にも後遺症が残り結果的に仕事を辞めざるを得なくなってしまう落ちる前に聞いたんだ富三郎お前だけは許さないって。 左腕が不自由となった父親はその言葉を何度も繰り返した家に戻ってきても歯や顎に受けた傷の影響からか大好物であった肉も食べられなくなってしまった引き締まっていた体は筋肉を失い頬も痩せこけ目だけが乱々としている 豪胆で明るい面影も今は見る影もない笑うことを忘れ日に日に口数までも減っていくなんとか元の性格に戻ってほしいという家族の願いも虚なしく父親は祖父の部屋にこもり時折庭の畑へ赴くその姿は生前の祖父そのものに思えた あの小箱は今でも洋服ダンスの上で父親と共に静かに時を刻んでいるそして楢崎君は祖父の話を思い出すたび最後まで語られなかった部分を考える極限状態に置かれた戦友二人に何があったのかさらに 義継が亡くなる原因となった一発の銃弾。それは一体、どちらが撃った弾だったのだろうと。